おはようございます。今朝6時を回りました。九州旅行、今日は2日目になるのかな。2日目の朝でございます。はい、ただいま九州北部、前は山口県になるのかな、をですね、今新文字に向かって走ってるところでございます。さあ、間もなく新門司港に到着です。もう多分ね、湾内にはもう入ってると思います。船がね、たくさん見えてきましたね。船内に残り逃げることはできませんので、お早く引き取りくださいませ。はい、はい、それでは、九州入りましたので、今からまずね、一発目の目的地であります大分県、また湯布院にね、向かいたいと思います。はい、じゃあ、行ってまいります。新門司からね、約1時間半ぐらいかかりまして、今大分は湯布院に、はい、ここは湯布院です。はい、湯布院来ました。このね、途中ね、ものすごい霧がかかっているところをね、走りました。ちょっとね、前が見えなくてやばかったですね。はい、今日は平日なんですが、そこそこ人通りがあります。まあ、ちょっとまずはね、こちら湯布院をね、ブラブラして回りたいと思います。手出しの中、やってんのか。うわぁ、なんかすげえな。おいで、あ、コーラの自販機、珍しいな、これは。瓶やろ。入ってない。あ、入ってないや。ほんまやな。なん。いやー、すごいな、このな、雰囲気が。平日なんですけどね、すっごい人通り多い。すげえ、クマが乗ってる。後ろ姿しか映らん。なんか食べてるわ。指入れたらちぎられるから。どっちにある？うん、ここはハイジになってるね。ヤギか。ヤギさんか。バイビー。かわいい。あげる。はい。一緒や。
だな。終わり？なんかあげる？終わった。向けてみて。座ってほしい。よし。ほらほら、もう見てるから。もう見てる。ちょっとこの辺からね、ジブリっぽい雰囲気がね、始まりますね。ばっかりやね。いや、ほんと人多い。これでも土日とかすごいんやろな、多分。ものすごい人なんやろな。かわいい。かわいい。フクロウちゃん。うん、フクロウ。さっきなんか喋っとったね。めっちゃかわいいやけど。あ、あれもおめえや。小桜おめえや。今度おめえや。ほら、ほら。本に載せたいな、これ。どんな反応を示すんだ。お芋さんです。おやきや。ごめん、まだ具に行ってないわ。まだ食べてない。うまい。食べてない。お芋さん、あんの芋。めちゃくちゃうまいねんけど、これ。うん、それはうん、あ、これバリうまかったな。これとで、この安納芋とこれ頼みました。高菜どれやった？高菜これ一番人気。これ、うん、めっちゃ美味しかった。うーん、ゆふいんおやき一番人気や。うん、一番人気や。